ねえねえ、今週の日曜日にさ、ボーリングやりに行かない？霊夢がボーリングを提案してくるなんて珍しいね。確かに、休みの日は家でぐうたらしてるもんな。私だってたまには外に出て休みの日を満喫したいのよ。私は予定ないし行きたい。仕方ねえ、一緒に行ってやるか。それじゃあ決まりね。ボーリングか、まっすぐ投げられるかな。お前はガターなしにしてもらえ。このボーリング場かなり大きいね。ほんとだな、初めて来たぜ。ここのボーリング場は最近できたばかりなのよ。へえ、今度はエイトユートも誘ってきたいな。そうね、今度はもっと大人数で来ましょう。ん？今レーザーみたいな音がしなかったか。私も聞こえた。あ、出入り口の防犯システムが作動しちゃってるわ。さっきのレーザーみたいな音はこの防犯システムが作動した音だったんだね。急に作動するなんてどうしたんだろうか。すいません、出入り口の防犯システムが誤作動してますよ。いいえ、これは誤作動なんかじゃないんです。え？ここの経営者が我々スタッフを逃がさないために作動させたんです。え、経営者がわざと？はい、前日の混雑で仕事量が想定以上のものとなり、逃げ出すスタッフが後を絶たなくなりました。それを防止するために、出入り口を封鎖したんです。なんか昨日の私たちみたいな状況ね。く、こうなったら別の出入り口を見つけて出るしかなさそうだぜ。あ、その前に1ゲーム遊んでからで。次こそピンに当てる。てわー、滑る滑るー。あんたが突っ込んでどうすんの？ストライク。ボーリングやっててこんなこと初めてなんだけど。私も。でもさ、ボーリングのピンの後ろがこんなに広いなんておかしいよね。確かに、なんでこんなに広くなっているんだろうな。ちょっと奥に進んでみましょうか。ここはボーリングのピン、製造工場です。なんだって。ボーリング場の後ろにはピン製造工場があったなんて。信じられない光景よ。もしかして、ここのボーリング場のスタッフは工場の管理までさせられてるのか。その可能性は十分考えられるよね。そりゃあ逃げたくもなるわね。ここが工場ってことは必ずどこかに非常口があるはずだよな。うんうん、頑張って探そう。あ、扉よ。あれ、ここはボーリング場か。あれ、なんかあの壁近づいてきてない。マジだ、なんだよあれ。このままじゃ押しつぶされる。あれ、止まった。なんだよこの壁。あ、あそこの壁にくぼみがあるわ。壁が来る前にあのくぼみに入らないと。それにしても腹立つ顔してるぜ。壁。回避成功。あ、反対の壁にもくぼみがあるわ。うおー、壁来ないでー。危ねえ、なんとか回避できたな。これで最後だー。よくここまでたどり着けましたね。ここは使われなくなった機材の廃棄場です。この廃棄場には唯一地上へと繋がる扉があります。やったわ。あの巨大な赤いマシーンの上にあるので、そこまでなんとかたどり着いてください。わかりました。ここからかなり距離があるな。平気よ、ウプ主はボーリングは下手だけど、こういうアスレチックは慣れてるから。死んでも気合で生き返る、それがアスレチック魂ってもんだ。ビビデバビデブー。気を取り直してマシーンの上までレッツゴー。そういやさっき大量のメダルがあったのに、珍しく霊夢が食いつかなかったな。マリサ、メダルはただのメダルよ。あれがコインならないって喜んでいたわ。絵に描いたような金の亡者だわ。マシーンの外に出ちゃったけど大丈夫かな。外側に、上まで登れるはしごみたいなものがあるのかもしれないぜ。はしごというより、鉄の柱があったわ。出口が近いかもしれないね。このボーリング場がここまで巨大な施設だとは思いもしなかったわ。ああ、今度来るときは別のボーリング場にすると思うけどな。なんだろうこのスイッチ。出口のスイッチか何かなのかしら。あ、暖炉の炎が消えた。暖炉の中に何かがあるから炎を消せたのかな。あ、また鉄の柱よ。なるほど、あのスイッチを入れたらすぐにここまで来なきゃいけないんだな。急いで登れ登れー。あ、天井が青い。よっしゃー、外に出られたー。はぁ、何回来た心地がしないよ。あんた何回も死んでたじゃない。皆さんも怪しいボーリング場にはお気をつけてー。やけに騒がしいな。どこからコイン出てきたの？多分マリオの目力で出したんだよ。そうそう、僕が目で訴えたの。お前らデタラメなこと言うなぁ。キノコよありがとう。霊には及ばない。今度はこの P スイッチがどうなるの？通り抜けた。こういったバグがたくさんあるわけだな。面白いね。クラウンがそこにいたら僕が下に行けないよ。不可能を可能にするのが僕だった。お前の力なんて1ミリも働いてねえ。ここはしゃがんで滑るのかな。そうよ、ちょっと難しそうね。マリオさんどうしたの？頭痛いの？こうしないと進めねえんだよ。霊夢の言う通りこの体勢で行くのが難しい。あ、
いけたいけた。僕はそこにあるワンナップキノコが欲しいんだ。ああ、それ私の。いつからお前のになったんだ。ここは小さくなるしかないね。じっとしゃがんでいよう。勝手にジャンプした。これってもしや怪奇現象。バグだわ。どんどん行こう。そこからキノコかよ。こんなの初めて見たよ。さっきから何この音。ちょっとやかましい。物か何かが引っかかっているのか。まあいいや、気にしないで先に行こう。次は何だろう。多分あの砲台を使うんだと思うわ。なるほど、うまく砲台を利用してPスイッチを押すのか。私が言わなかったら抜け出せなかったわね。大げさだな。やったー、扉が開いたぞ。やあマリオ、頼むここから出してくれ。このブロックどかしたらいいよ。本当か、それじゃ開けてやるから待ってろ。おお、開いた開いた、ありがとう、わざわざ僕のために。こいつ助ける気ねえよ。こいつこそ悪者よ。時間がないからごめんな。目いっぱい時間あるぞ。誰だー、踏んづけた野郎は。なに、もっと踏んでいいのか。マリオめー、誰がいっぱい踏めって言ったんだよ。こいつ容赦ねえ。これトランポリンみたいで楽しいんだよ。それ花ちゃんだよ。いい加減にしろー。マリオさっさと逃げなさい、花ちゃんが来るわよ。ふう、逃げ切れた。あれ、この先行けないよ。戻ったら花ちゃん僕のこと待ってるかな。まったく別の場所に来たんだぜ。マリオどうせ僕のこと置いていくんでしょ。またな、よし。マリオにいいようにこき使われてるんだね。仕方ないだろ、使えるものは使う。今だヨッシー殴っていいぞ。さあどんどん行くよ。でもこれをどう使うのかさっぱり。あ、わかったよ。このバネを向こう側に持っていくんだ。通り抜けちゃったよ。うぷ主やるじゃん。まあこれくらい朝飯前だよ。お前そんなところから普通来るかよ。ああ落ちるー。貫通したー。東大灼熱のマグマ風呂は。いい加減だ。絶対嘘だぜ。このトランポリンから抜け出せなくなっちゃった。いいじゃないの、楽しそうだわ。確かにだんだん楽しくなってきた。はよ行け。こんなところに隠しブロック。なんで音符ブロックが隠れているの。マジだ、こんなの初めて見たぞ。次はひたすらドクロ君を落とすよ。ちょっとあんたたち自分で落ちなさい。できるか。いやー自動って楽だからいいよね。このままゴールまで行ってもらいたいな。まったくお前も霊夢も。こんなにドクロを集めてどうするのかしら。なんか嫌な予感がするよ。さあ行ってみよう。行け、マリオ。ギャーつ。マリオが見えないよ。1234。お前数えてるのかよ。入れたよ。次は何だろう。ものすごいブサイクなクラウン。こいつはきっと不良品にされたのよ。なんで閉じ込められてんだよ。なんかこの下にいると振動が。お客様それは最新のマッサージです。今なら通常よりお安く500万円になります。今買うと隣の度数もついてくる。なんてお買い得なのかしら。クッソタケシーやねえわ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、ボーリング場がまさかあんな風になっていたなんてな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。